リオナですね。少々お待ちください。失礼します。はじめまして、リオナです。お名前伺ってもいいですか？ああ、キリュウだ。キリュウさんですね。今日はよろしくね。ああ、よろしくな。この仕事を長くやってるみたいだが、長くやる秘訣とかはあるのか？秘訣は特にないけど、良心的なキャバ嬢でいようとは思ってるかな。良心的なキャバ嬢？うん、お客さんに必要以上にお金を使わせたり、お酒を催促しないようにしてるの。それで大丈夫なのか？キャバ嬢は金を使わせてなんぼだろう。それはそうなんやけど、あんまり気乗りしないよね。お客さんもみんなお金持ちなわけじゃないし、無理させて生活に影響が出たら大変じゃない？私がすべきことはお金を出させることじゃなくて、お金に見合ったサービスをすることやと思うの。満足して帰っていただいた方が次の指名につながって、結果的にうまくいくんじゃないかなって。素晴らしいと思うぜ。本当に客のことを考えているんだな。キリュウさん、嬉しい。ありがとう。金の心配をせずに安心して楽しめそうだし、これからも通わせてもらうとするかな。よかった。キリュウさんが来てくれることが私は一番嬉しいから。この店はどのキャストも手際がいいな。何か全体で教育指導をやってるのか？お店としては特にしてないけど、私は個人的に若い子の指導してるよ。そうだったのか。確かに経験も豊富だしな。店長にでも頼まれたのか？ううん、自分からかな。気がついたことは言うようにしてるの。さすが余裕だな。周りのライバルが力をつけて抜かれることとかは考えないのか？お店にとってみんなが力をつけるのはいいことやから。それにライバルが多い方が燃えるしね。私こう見えても負けず嫌いやし。だと思った。店や客のことを考えられているお前なら、そうそう周りには抜かれないさ。キリュウさん、ありがとう。そんな風に褒めてくれるの、キリュウさんだけだよ。あ、キリュウさん、ちょっといいですか？これ、私の連絡先です。同伴のお誘い待ってるね。どうした？何かあったのか？実は、他のお客さんにいつまでキャバ嬢やるの？って聞かれて、いろいろ考えちゃって。確かに。いつまでもできる仕事ではないからな。引き際は難しいな。キリュウさんだったらどうする？どんな時に辞めるべきやと思う？飽きた時じゃないか？飽きたら辞める、明確だ。なるほど、確かに。仕事に飽きたことあるか？まだないな。ならまだ続ければいい。人がどうとかじゃなく、自分がどう思うかで決めるのが一番だと思うぜ。
キリュウさんの言葉すごい心に刺さるな。私もっと自分に素直になろうと思う。最近さらに人気が出てきたみたいだな。おかげさまでたくさん指名をいただけるようになったよ。良心的キャバ嬢作戦成功やね。客のことを考えた結果だな。だが指名が多くて大変なんじゃないか。そうね、私の場合は勝つで勝負やからかなり慌ただしくなっちゃってるかな。指名してくださる方がいるときはなるべく休みたくないから、最近は休みも取れなくて。確かに少し疲れているように見えるな。心配だ。俺ができることは。よし、マッサージしてやろう。何？急に。疲れていると思ってな。さあ、どこを揉めばいい？いや、大丈夫。ほんまに大丈夫やから。そうか。疲れてるようだから心配でな。無理しすぎるなよ。ありがとう。結構抱え込んじゃうタイプやから、キリュウさんのお気遣い嬉しいな。キリュウさん、この後予定空いてる？いや、どうかしたか？もしよかったらこの後アフターどうかな。キリュウさんと一緒に行きたい場所があって。ああ、いいぜ。ありがとう。じゃあ店を出たところで待ち合わせで。ああ。あ、キリュウさん。待たしちまったか。すまないな。私も今来たとこやから行きましょう。ああ。あれ、うん、てめえが散々俺にねだったせいでこっちは借金抱えてんだぞ。責任取れ。そんなの私のせいじゃない。頼んだそっちが悪いんじゃないですか。シャンパン頼まないと嫌だとか言ってたじゃねえか。散々頼まされてその上出禁にされてよ。もう許さねえぞ。揉めているな。キャバ嬢と客か。貢いだ男の悲しい末路ってとこだな。あれ、うちの女の子。え？あ、おい、何やってんの？リオナさん。だからいつも言ってるやろ、お客さんに無理させすぎたらあかんって。ごめんなさい。まさかこんなことになるなんて。おいおい、なんだてめえは。お客様に無理強いしてしまった点は申し訳なく思ってます。ただあくまでもご注文されたのはお客様、この子の責任と言って殴るのは筋違いかと。何言ってやがる。女のくせにいい気になりやがって。もういい、てめえから先に殴ってやるよ。キリュウさん、ちょっと。悪いが、こいつは俺が指名してる大事な女なんでな。てめえに殴らせるわけにはいかねえんだ。てめえ、ぶっ殺してやる。本当にすみませんでした。私に謝ることじゃないよ。でもリオナさんがいつも言ってることを守ってたらこんなことにはならなかったから。私、リオナさんがお客さんに無理に注文させないのを見て甘いなとか思ってました。キャバ嬢は結局売り上げが全てなのにって。でもやっぱり違うなって。リオナさんのお客さんは絶対こんなことしないもん。みんな
リオナさんを慕って指名して楽しそうに帰っていく。私もやっぱりそうなりたいなって。こんな悲しい思いしたくないし。きっとなれるよ。大丈夫、いくらでも応援するから。はい、私も良心的なキャバ嬢を目指します。ありがとうございました。よかったじゃねえか、期待の後輩がまた一人増えたな。うん、キリュウさんありがとう。何だが、ああいう時は最初から俺に頼れ。こんなに怪我されたら男のメンツが立たね。そうやね、ごめん。私あの子を守りたくて、つい。気持ちはわかるし、お前のそういうところは嫌いじゃない。だがもっと人に頼った方がいい。人に頼ることは弱さじゃない。人を頼れるってのは強さでもあるんだぜ。やっぱりかっこいいな、キリュウさんは。さ、仕切り直すか。行きたい場所があるんだろ。うん、行きましょう、キリュウさん。この場所好きなんよね。一人になりたいときによく来るの。でもいつか好きな人ができたら、一人じゃなくて二人で来たいなって。キリュウさん、今日はありがとう。目を閉じてもらってもいい？これからもずっとそばにおってな。